いとこでも今でもけれども農家嫁めぶちょこでたまたまうちの旦那が農業セミナーで来て私と見合いしました。ただ私はあの私は見合いじゃなくて私個人的には教会のおばちゃんの知り合いが結婚相談所をしたことは私はその当時は分からなかったんです。だからあのいつも結婚した時あの姑さんたちが私をすごくいじめして、あの特にお父様があのものはあのその当時私はヨセフみたいに500万その当時ですね500万円もらったのものだってって私いつも毎日言われたんですね。だからなんでいつもお父さんは私を見て500円もの高いもの、え、そあの一生働かもらわなければならないものってそうやって言うかなってそう言われた時不思議に思って、後で見たけん中田さんがその当時私はソウルの人であの本当にあの真面目な人だからあの500万円で物みたいにトレイみたいにちりてきたの、その時は分からなかったけれども後で した時はお、これは私は本当にヨセフみたいに自分の民族から歌の売れられたのものじゃないのってハッとその時肉体的の怒ったんですね。それで一番大きい私が来た時辛いと思った時はその当時は教会日本の教会も もちろん各国の教会も周りに教会が一つでもいなかったんです。どこが教会か、ある時は運転免許を取る時そばの人が、あ、うちの教会あるんだよって来て見てって突き立てに行ったんですね。それが創価学会だったんですね。行った時大きいスクリーンでいろんな世界の人たちと ある時はもうイエス様の話もしたりしたんですね。で私はよく言葉は分からなかったけれども祈ったりこのフィーリングで見た時と一番これリーダーだってのことはその、スクリーンを見た時だんだんにおかしくて、イエス様も同じもう仏教ももうやんなもの宗教が交わって政治家たちが木でもお話しすることが全国にこうネットでつながったの、そのスクリーンを見た時ああこれは教会じゃないんだなって思って、ある時その人の役員が上の人が私をそばの部屋に来て見ていろんなお話をして、あなた本当に日本語上手ですねって言われて、勉強しましたかって言ったんだが、違います、私は韓国で来た時は英語はいくらか少しけれども喋ってあるんですが日本語は全然わかりません。ただ辞典ばり一切辞典ばり持ってきて、ひらがなとカタカナは一人で覚えて暗記して、運転免許もここで3回で受かったんですって言ったっけ、旦那さんがすごく私を注目して、多分自分たちその時私がその創価学会役員になればいいなと思って、私は一生懸命創価学会の距離とかそれを誘いたいから私にちゃんと伝えたんですが、私がはっきり私は誠の神様以外は私は断りますってはっきり言ったけ、何回何回うちに来てうちの創価学会入ってくださいって誘えたんですが、私が聖書を日本の聖書を準備して、私は日本語は分からないけどここにこうやって誠の神様モーセの十戒にこうやってたから、あなたたちが信じるの神は見せ物です言ったっけ、あっちが
真っ青で、あ、このものはただものじゃないねって言って自分たちが去ったんですね。その時から一切そこは入らなかったんで、一番辛いもの